ギャナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは騒動仮面ライダーセイバーシリーズの第9弾ですね。今日は、クリムゾンセイバー A セット B セット合わせて完成したものを見てもらいます。さあ、クロスセイバーのまた1段階進化した感じの、こちらが、クリムゾンセイバーでございます。いやシールのね、共通点は結構多いんですけども、やっぱり少しずつ変化していくのが分かると思います。まずアンダーライドブックの数が増えましたし、あと肩がね、このすごいですね、この怒りみたいな感じのものがついてきました。いやー、右左腕これ結構難しかったですね。あと背中に、羽がつきました。でこの右肩のドラゴンは、やっぱり1回やってるんでね、鼻のとこ黒くならずになんとか、晴らすことができましたね。あとスカートもキラ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 光っております。続きましてですね、手首パーツを開いてる、構えてる手の方に変えてみました。でこれなんですけど、皆さんのこのクリムゾンセイバー完成させた人どうですか？この手首パーツ取り替えるだけでも結構大変でしたよね。特に左右は普通にできるんですけど、左がね、いろんなシールが、やっぱね、使ってるせいかなかなか取り外しが難しかったというのは私の感想でございますが、皆さんは実際にやってみていかがだったのでしょう。こちらの今回の特徴としましては、なんと剣が2つついてるということでね、1つが、こちら模様になってるのを下に、ついてるのと、あと剣剣のね、刃の方がちょっと長めで下の柄がないものと2種類で剣が存在します。いやー、今回2つ剣がついてるのも結構豪華な、仕上がりになってますよね。このポーズが結構気に入ったんで、クリムゾンセイバー、B セットの箱の表紙のポーズを撮ってみました。こんな感じです。私がやってみたら、多分手こうじゃないかなって、見えないからこういう感じで、見えちゃうのこれやっぱりね見えちゃいますけど、箱だと見えないですよね。ちょうど見えない、いい感じで見えないんだよな。まあ多分開いてる手を使ってるのかなと思ったんで、こういう形の構えやってみました。引いていくとこのぐらいのポーズですね。角度を変えてあらゆるところから撮ってみましょう。やっぱりこのポーズが一番決まってるんじゃないでしょうかね。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回クリムゾンセイバー見ていただきました。ブルーのセイバーがね、3つ続きます。うちの今回が第2弾ということで、また次の方もまた新しくやっていきたいと思います。次はフィーチャリングセイバーですね、第3弾でまたお目にかかりたいと思います。皆さん、このシールを貼った感想どうだったでしょうか。特に、騒動を買ってこれをね、シール貼って大変だった人、コメントをぜひともお待ちしております。今回は以上でございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしてます。